皆さんこんにちは、こんばんは。ゲブラ長豊です。長く楽しく豪華に鑑賞するゲブラ長豊で販売する商品の楽しみ方をご案内するチャンネルです。今日は寒いです。前回のアップしました八ヶ岳高原のマイナス 11.5 度に比べれば、まだまだあったかいですけども、1月の21、はい、今日20日だよね、うん、21、明日1月21日東京で降雪の予報が、発令されてますね。この茨城は降雪予報はありませんけども、とにかく今寒いです。はい、ということで今日は1月20日、はい、何の日でしょう。わからん。わからん、うん、玉の輿の日。関心ないや。玉の輿の日、昔そんな思いなかった。玉の輿ちょっと私1ミリぐらいはじゃなくて1月20日今日は血管予防の日です。え、玉の輿の日じゃない。なんか6つぐらいあって血管予防の日だ、なんか寒いんで血管があのこう詰まってしまうというね。違います、はい、せっかくのお花の前なんで今日は1月20日大寒です。はい、24世紀の中で一番寒い日を迎えるということで今日は、はいね、1月20日大寒ですね。はい、寒いです。ここの花壇、ここの花壇ね、12月の22日1日に、2時間、3時間以下、2時間ぐらいしかこの花壇は日照当たりません。前回もご案内した通り、こちら東側は立て上がって、そしてこちら北側はこのように立て上がるので、ここは2時間ほどしか日照が当たりません。ネメシアとオステオ、ネメシアは10月の8日に植えて本日で104日目ね、バッサリカットしてから58日目はい、オステオね、10月26日に植えて本日で86日目を迎えております。今日は大寒、寒いです。とにかく寒い。じゃあこの花壇をこれからご案内していきたいと思います。それではネメシアの様子をご案内します。花壇に植えて104日目、バッサリカットしてから58日目ですね。針に向けてバッサリ、ボリュームをつけるためにバッサリカットしました。こちらはエレーヌ、芽出てるね。花芽来てるね、うん、もう2月もね、まあこれから咲いてきても、気温が低いんで本来の色は発色はしにくいですね。ちょっと薄くなりますけど、エレーヌは、はい、これエレーヌ、そしてミッドナイトブルー、ボリュームすごいね、すごいすごい。こちらはアンナ、花芽もしっかりついて、うん、じっと耐えてる、寒いのに。で、ミステリックブルー、こちらも花がついて咲きそうですね。はい、グッピー、グッピーも花芽があって株ボリューム満点、結構張ってるね。はい、これはフェアリーマーブルピンク、今発売してますけど、フェアリーマーブルピンク結構これボリュームすごいね。でもちなみにここね、秋に植えたのアウトレット品ですよ。出荷のできない、出荷のできない出荷基準からね、漏れたやつね。春になったらもりもりでつながりそうやね。うん、でサーモンピンク、花芽見えるね。でターメリック、これも花芽見えるな。トモエ、あ、ちょっと見える、見えてきてる。で、春菜、これは小春、はい、こんな感じで1月20日の状況です。株の状態ね、1月20日の株の状況です。これから気温が少しずつ気温が上がってね、2月になって日照も強くなり、気温も徐々に上がってきますので、まあ3月前には少し咲いてね、豪華になっていくのかなと思います。オステオ、はい、10月26日に植えて
本日で86日目オステオもネメシア同様アウトレット品です。上太郎、はい、こちらがオレッドブラウン。鼻目ついてこの寒さでじっと耐えてます。本当に耐えてます。でここ通るんですよ北風が。今日めちゃくちゃ北風が寒くて、今日めちゃくちゃ北風がここ通過してね、寒いです。キャラメルキス花芽咲い、うん、ついてるし、うん、じっと耐えてるね。咲いてるよね、うん、ちょっとこう生育にくぶってね。でこれがミラノブル。耐えてるね寒さに。耐えてる耐えてる。でこちらジャズ、ちょっとこれ寝草しちゃってるね、うん、あんま良くなかったんだろうね。でこれがオデットブラウン。はい、こんな感じで1月20日本日大寒、とにかく耐えてますこの花壇で。もう一度言いますけど、ここに植えたネメシアも、ネメシアもダブルオステオも秋に植えました。出荷から出荷基準から漏れたアウトレット品です。いわゆる B 品扱いです。その苗木をここに植えました。でどのような生育をするか調査ということで始まってますが、結構株いいね、うんうん、やっぱ手入れ次第で、このネメシアメーテルは、ネメシアメーテルはね宿根草の DNA が結構強いんで、刈り込んでからねパフォーマンスも非常にすごいし、このように芽数もねたくさん増えてくるので、これから開花が楽しみですね。ここはパオパオもかけてないね。吹きすらしやの、ね、何もかけない、もうこのまんま、まあ、一応こういうちょっとした日差し程度の屋根はあるけど、まあでも1日ね3時間1時前になるとこうかげっちゃうんで、うん、本当に環境はめちゃくちゃ悪いです。隣にあるオステオももう3年ぐらい放置してるけど、うん、放置しっぱなし、ね、うん、耐えてる ね、はい、ということで1月20日秋植えしたネメシアとダブルオステオ、本日は1月20日、はい、玉の輿の日違うって、はい、大寒です。1年でこれから一番寒くなるよという大寒の日です。2月上旬まで寒いよね、うん、きっと、はい、ということで今回1月20日花壇をご案内しました。皆さん参考になったでしょうか。はい、よろしくお願いします。寒いな今日も伸びやな